オックスフォード・アスキス伯爵は、イギリスの伯爵位、連合王国貴族。自由党の元首相、ハーバート・ヘンリー・アスキスが1925年に除されたのに始まる。初代オックスフォード・アスキス伯、ハーバート・ヘンリー・アスキス第一次世界大戦直前の1908年から、大戦中の1916年にかけて、イギリス首相を務めた自由党の政治家。 ハーバート・ヘンリー・アスキスは、1925年2月9日に、連合王国貴族社区オックスフォード及び、アスキス博と、ヨーク州における、モーリーのアスキス子爵区に助せられた。初代博の長男レーモンド・アスキスは、第一次世界大戦に出征して戦死したため、二代博社区は、レーモンドの一ジ,ジュリアン・アスキスが継承した。代の死後、その息子であるレモンド・アスキスが、 第三代伯爵位を継承し、現在に至っている。本邸は、サマセット州、メルズのマナーハウスである。家訓は、潔白に。源頭主である、第三代オックスフォードアスキス伯爵、レイモンド・ベネディクト・バルトロマイ・マイケル・アスキスは、以下の爵位を有している。ありがとうございます。